全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画ではデュロキセシン、商品名サインバルダの効果と副作用について話をしていきます。デュロキセシンはうつ病の改善に効果があるとされています。飲み始めてだいたい1週間ほどで効果が現れてきます。用法は1日1回朝食の後に 20mg から飲み始めます。その後1週間以上の間隔を空けて 20mg ずつ飲む量を増やしていきます。また効果が感じられない場合は1日 60mg まで増量することができます。副作用としては眠気や口の渇き、睡眠障害、倦怠感、めまい、下痢、便秘、食欲不振といった症状が現れることがあります。また服用中はアルコールの摂取は控えましょう。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。